はようございます。インフラ明けの1週目、テレックも始めちゃってるし、じゃあ始めていきましょう。喋れよ、少しは少しは喋りなさいよ、あなた。なんか疲れた。ちょっとトレーニング動画ね、編集めっちゃ大変だ。そうなの？なんで？なんで？どう大変なの？まず、いや、やっぱカット早送りとか多いし、ここでやってると入っちゃいけない音声を消さなきゃいけないから。え、ああそういうことね。まあまあしょうがないよね、会社だから。この間前回の勝也さんとのトレーニング動画10分ぐらいだったんですけど、実際は1時間撮ってて、僕が最初の30分編集したのに、5時間かけて編集したのに動画消してしまってパーになりました。残念でした。めっちゃ大変だった。ちなみにこの三脚ね、上からも撮れるよ。マジで？あー、伸ばちょっと早いよ、休憩がないよ。休憩がしたよ、今十分。サブちゃんだということをいいことに盛りまくって、本当だって、グローブで投げてるじゃん。みんなよく見てくださいよ、僕と翔さん2人で。リセットですよ。リセットですよ、リセット。いつもリセットやね。無理無理、これリセットやったら死んじゃう。もうこのユニクロの靴下いいよ、最近ユニクロハマってる。ユニクロ好き。じいちゃん心筋梗塞になってるくせにニンニク注射打って1週間休んでたから大丈夫。社長倒れちゃって、もううちの会社潰れそうだったんだ。死んじゃう。あ、今日さ、ちょっとセブンのリーマーズ行くから、うん、抜けるって。え、2セットっすか、これ。いや、無理だよ、2セットは。お腹すいたのにな。
像がない感じ。企画であれやればいいんじゃない、テル君。普段俺らがやってるトレーニングをどうぞみたいな企画の。何それ。でも足乗せてやるやつ。え？足乗せて。足乗せるの辛いもん。辛いの嫌いだよ俺。まあ、ショウチさんたちがやってるトレーニングはさ、きつすぎてさ、視聴者さんついてこれないから。18秒にしようよ。18秒22秒です。いやいやいや、おかしい20秒にしましょう。はい、もう一回やります、これ。いきますよ。なんでお前何か両足のせいの片足どうするの。え、下曲げたまま、うん、いや、辛いじゃん。いくよ、よいスタート。はい、あ、なんだやばい、弱くなった。よし、負けろ。より。嘘でしょ、もうやだよ。バウンドできないけどな。これね、左膝ダメ、絶対ダメ。右膝がこんだけあのね、内側行っちゃってね、伸びきっちゃった状態。左膝ダメで、これ両足でいいよね。逆、田中さん、逆両足でもいいですか。右のセットおかしくないんですか。ちょっとしんどい、前回開かなくなった。開かなくなったって、下から切ってるね。どうやってやる。どうか。無理。多分絶対いきます。これ膝いっちゃうって左。はい。左膝が本当に痛いんだって、内側が。反対。ちょっと休憩。反対。休憩ですよ。休憩だって。行きます。何の顔、何でそっち持ってるの。見えた方が俺はやる気が出る。行くよ、よーい、スタート。無理、終わり。
次は足上げですか。20回。これ一応種目の説明した方がいい。してよ。これあります。して。俺にその元気ありません。そしたらカメラどこにあるの？こっちか。そしたら次は、はい、翔吾くんが次の種目の説明をしてくれます。何？横に乗って両足乗せて横なってるじゃねえよなってるじゃねえよ。まあなってるけど、じゃあ違う種目にする。これで横になって腹をこうグーパンとこうひたすら殴るみたいな。肘ってだいぶ頑張ってガードしてけど肘が痛いよ。はい、じゃあ持ってやるから。はい、てるきくんがやります。はい、次はよろしいですか先輩、これで、はい、何どれ、俺見てなかった。もう一回、俺わかんない。足こうやってパタパタやるやつ。あー無理だよ俺だから左膝が。大丈夫、左膝無理。両足だもん。いいよ、片足こうやって。無理無理、そういうのいらない。死んじゃう死んじゃう。いや俺映んなくていいんだよ、半身で。ダメだ。足で押せなきゃいけないの、辛いじゃん。乗せた方がでも楽だと思う。押されてたら気が紛れてやりやすいかもしれない。押してやるよ。ちょっと休憩ね。ないよ、休憩がね、足りないんだよ。長いよ、休憩が足りないんだよ。ゆっくりさ、ゆっくりやるってこと覚えた方がいいよ、そろそろ。スロープレーのくせにさ、トレーニングだけ大会用は。あ、こっちきつい。手ついちゃダメだよ、ノーカウント、ノーカウント。もう一回ゼロかな。その右手なんだ。その右手で。もうね、ちょっと待って。あのね、押すじゃん。押すじゃん。押すとね、押すと弱いから。じゃあ引くわ。あのね、辛いんだよ。俺当てる気持ちが弱いから結構しんどいんだ。押されたりする。わかるよ、これ。お揃いの飲み物買ってきてくれたから。ありがとうございます。お前が買ってこいって言っただけだ。人には物買わせるくせに、自分は何も渡さなかったのに、もらいっぱなしで。え？そんなことないよ。ちゃんといろいろ提供してる。まだクリスマスプレゼントもらってないの。いや、お前がプレゼントしてくれたわけじゃねえじゃん。あの俺自分で工事で買ったんだよ、あれ。これ高いんだから1本1万7000円もするんだよ。終わりです。終わりです。さよなら、また。お疲れ様でした。次回の動画でお会いしましょう。疲れた。